2019年4月、東京池袋で当時87歳の男が運転する車が暴走し、3歳の女の子と母親が死亡しました。その後の裁判で事故の原因として認定されたのがアクセルとブレーキの踏み間違いでした。アクセルペダルをブレーキと同じように強めに踏んでしまうと車は急発進してしまうわけですが、それを防止する装置が販売されています。その装置とはカー用品店のオートバックスで販売されているペダルの見張り板2。アクセルとブレーキの回路に部品を取り付けることで、誤ってアクセルを急激に踏み込んでも操作を受け付けず、車の急発進を防ぐことができます。ご家族の方が心配をして、お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんにつけてあげたいという方がやっぱり多くはなってきてるかなと思います。新車の場合、踏み間違いによる急発進を抑制する装置の搭載率は令和2年の時点でおよそ 90%。 搭載されていない車については後付けの支援装置の開発促進が進められています。ペダルの見張り板2は年式の古い車やブレーキの構造によっては装着できない車もありますが、4万円ほどで取り付けができます。